ヤヌシュ・コルチャック、ヤヌシュ、コルチャック、ヤヌス・コウチャック、1878年7月22日から1942年8月は、ポーランドの小児会、児童文学作家で教育者。本名は、ヘンリック・ゴルト・シュミット。ユダヤ系ポーランド人。1911年から、ユダヤ人孤児のための孤児院、ドムシエロトの院長となる。著作と実践の両面から、 児童教育に力を注ぎ、子供の権利という概念の先駆者となった。日本では、コルチャック先生と表記されることが多い。ロシア領下のワルシャーで弁護士を営む裕福な同化、ユダヤ系一家に生まれる。1891年から、ワルシャーのギムナジウムに通い、ラテン語、ドイツ語、フランス語、キリシア語を学んだ。1896年に、 父親が亡くなると若きヘンリクは家庭教師として一家の生計を支えた。1898年にワルシャワ大学医学部に進学し、1904年に学位取得後、ワルシャワの小児科病院で医師の職を得た、1911年まで、日露戦争では野戦病院の医師として従軍し、期間後に国外、ベルリンで1年、パリで、 半年で研修を受けている。医学部時代に執筆活動を開始、1898年にある文芸史上の儀曲のコンテストに応募するが、その時、ユゼフ・イグナチクラシェフスキの小説、ヤナシ・コルチャクと美しい管理の娘、187年、観光。裕福なメチ肉の娘に恋をした若きシュラフタを描いた物語から借用して、ヤナシ・コーチャックを、 ペンネームとした。その後、ヤヌスと改めた。こうして、医者を本業としながらも分泌業でもキャリアを積み上げてゆき、収入の多くを親のない子供たちの医療費や支援金に充てた。例えば義援金によって、都市の労働者階層の子供たちのために、農村でのサマースクールを運営し、コルチャックは、その指導員として携わっている。1910年に、 ユダヤ人孤児のための孤児院、ドムシェロと、ポーランド語で、孤児たちの家の意が、孤児のための支援、ポマック DLA シエレットという団体によって建設され、その翌年にコルチャックは、院長の座に就いた。そこでは14歳までのユダヤ人孤児が受け入れられ、壁新聞、子供集会、仲間裁判など、教育実践の面でも注目すべき試みが行われた。 第一次世界大戦期、コルチャックは、ロシア軍の従軍医として招集され、その間、ドムシエロとの運営は、同僚のステファニア・ビルチンスカが引き継いだ。駐屯地のキエフで、いくつかの孤児院に一種として関わり、そこで、ポーランドの子供のための寄宿学校を運営していた、マリア・ファルスカ、後の仕事上のパートナーと出会う。第一次世界大戦後に、 新生国家ポーランドの首都となったワルシャワで、帰還後のコルチャックは教育学的な著作、人はいかに子供を愛するのか、1919年を観光するなど教育者としての活動に力を注ぎ始めた。コルチャックが子供の権利の3つの大きな柱として掲げたのが、死についての子供の権利、今日という日についての子供の権利、あるまままである権利である。 子供も大人もおのおのの人格が尊重されなくてはならないという見解は今日なお重要性である。ドームシェロトでの仕事と並行して、コルチャックは1919 19年にマリア・ファルスカラと共同で、個人院、ナシュドム、ポーランド語で、我らの家の家を設立した。当初はプルシュクフに置かれ、1928年以降、ワルシャワ郊外のビエラヌイに移された。ここには、 寄宿学校も置かれ、2年間、1932、1933年度と1933、1934年度の短い期間ではあるが、教育期間とての機能も果たした。また、コルチャックは、地下組織による非合法の大学でも、教鞭をとっている。1926年からは、地域裁判所で、教育問題に関する専門家として、 顧問を務め、1926年から1930年までは、子供新聞、商標論の編集長も引き受けた。児童書や教育論に関する著作も数多く表している。1935年から36年には、ポーランドのラジオ放送で、子供たちとのおしゃべりを楽しむ、老博士、ストリ・ドードアとして登場した。 1939年ドイツのポーランド侵攻により、ヨーロッパで第二次世界大戦が勃発し、ユダヤ人に対する迫害が過激化していった。時代は、ホロコーストという過去に例を見ない、大規模な民族虐殺に向かうとになる。1940年10月、ドムシェロとの教師と子供たちはゲットウの移住を余儀なくされた。 ゲットーの劣悪な環境の中でもコルチャックは最後まで執筆への意欲を失わなかった。この時期に書かれた1942年ワルシャワゲットー日記にはゲットーでの辛い日々が人生の思い出や白チュームと幻想的に混ざり合いながら記述されており彼の仕事の集大成とも言えるものである。これはドムシロトでコルチャックの助手として働いていたゴール・ネーベルが密かに保管し 1958年にようやく観光された。1942年7月から9月にかけて、ワルシャワゲットの一掃が行われ、8月6日に、孤児院の子供たちは、トレーブリンカ強制収容所に移送されて殺害された。この時、およそ200人の子供たちは集荷場までの道のりを、歌を歌い、ドムシロトの肌を掲げて行進したという。コルチャックは、 自分だけが助かることを拒絶して、子供たちと共にガス室で殺された、あるいは銃殺された。トレブリンカには、ヤヌシコルチャックと子供たちと刻まれた記念碑がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。